行き当たりばったり何でも食べるよ。トゲのある花も。そう、トゲのある花も。じゃあトゲは一体何の役に立つの？何の役にも立ちゃしないよ。花は意地悪したいからトゲなんかつけてるんだ。嘘だよそんなこと。花は弱いんだ、無邪気なんだ。できるだけ心配のないようにしてるんだ。トゲを自分たちの恐ろしい武器だと思ってるんだ。花はもう何百万年も前からトゲを作ってる。羊もやっぱりもう何百万年も前から花を食べてる。花がなぜさんざ苦労して何の役にも立たないトゲを作ってるのか、その訳を知ろうというのが大事じゃないっていうのかい？花が羊に食われることなんか大したことじゃないっていうの？僕の星にはよそだとどこにもない珍しい花が一つあってね。ある朝、小さな羊がうっかりパクッと食っちまうようなことがあるってこと、僕が、この僕が知ってるのに、君、それが大事じゃないっていうの？誰かが何百万もの星のどれかに咲いているたった一輪の花が素敵だったら、その人はたくさんの星を眺めるだけで幸せになれるんだ。そして僕の好きな花がどこかにあると思ってるんだ。それで羊が花を食うのは、その人の星という星が突然消えてなくなるようなものなんだけど、それでも君は大したことじゃないって言うんだ。あんたの好きな花、大丈夫だよ。あんたの羊には苦痛を描いてやる。あんたの花には囲いの絵を描いてあげる。僕は一人の王子様。一つの星といっても、僕の地球上の上で何とかして慰めなければならなかったのです。だけれど、どうしたら王子様の気持ちになれるのか、どこで王子様の気持ちと一緒になれるのか分かりませんでした。涙の国って本当に不思議なところですね。まだ眠いわ。
ください。私まだ紙を解いていませんから。綺麗だな。そうでしょうか。私お日様と一緒に生まれたんですわ。今朝のお食事の時刻ですわね。私にも何かいただかせてくださいませんの。爪を引っ掛けに来るかもしれませんわね、虎たちが。僕の星に虎なんかいないよ。それに虎は草なんか食べないからね。私草じゃありませんのよ。ああごめんね。私虎なんかちっとも怖くないんですけど、風の吹いてくるのが怖いわ。ついたてをなんとかしてくださらない？夕方になったら覆いガラスをかけてくださいね。ここ、とても寒いわ。星のアリバが悪いんですわね。だけど、私の元いた国では花は咲いたかと思うとすぐ自分の美しさを鼻にかけて王子様を苦しめ始めました。それで王子様は大変困りました。本気で花を愛してはいたのですが、花が何でもなく言ったことを真面目に受けて王子様は情けなくなりました。あの花の言うことなんか聞いてはいけなかったんだよ。人間は花の言うことなんていい加減に聞いてやればいいんだから。花は眺めるものだよ。匂いを嗅ぐものだよ。僕の花は僕の星をいい匂いにしていたけど、僕は少しも楽しくなかった。僕はあの時何にもわからなかったんだよ。僕はあの花のおかげでいい匂いに包まれていた。明るい光の中にいた。だから僕はどんなことになっても花から逃げたりしちゃいけなかったんだ。だけど僕はあんまり小さかったから、あの花を愛するってことがわからなかったんだ。涙がこぼれそうになりました。さようなら、さようなら。
幸せでね。それはもう私、あなたのことが好きなんです。あなたがそれをちっとも知らなかったのは私が悪かったんです。でもそんなことどうでもいいことですわ。私もそうでしたけど、あなたもやはりおバカさんだったのよ。お幸せでね。もうその覆いガラスなんか言いませんわ。私の風、大した風じゃありませんわ。夜の涼しい風に吹かれたらさっぱりしますわ。花なんですもん。でも獣が。私、蝶々のお友達になりたかったら毛虫は我慢しなくちゃね。蝶々ってなんだか大層美しそうですわ。蝶々でなくて誰が私を訪ねに来てくれるでしょう。あなたは遠くに行っておしまいですから。大きな獣のことだったらちっとも怖くないわ。私だって爪は持っているんだから。ぐずぐずなさるなんてじれったいわ。もうよそへ行くことにお決めになったんだから、行っておしまいなさい、さっさと。花がそう言ったのは泣いている顔を王子様に見せたくなかったからでした。それほど弱みを見せるのが嫌いな花でした。
意をしなさい。命令する。あくびというものは面白いものだな。さあ、あくびしなさい。もう一度、命令じゃ。胸がドキドキしてもうできなくなりました。これはこれは。では、こう命令する。あるときはあくびをし、あるときは。僕、座ってもいいでしょうか。うん、座んなさい。命令する。陛下、お尋ねしたいことがありますが。尋ねなさい。命令する。陛下は一体何を支配していらっしゃるんですか。どこもここもじゃ。じゃあ星はみんな陛下に従っているわけですね。そうだとも、そうだとも。すぐにも従う。わしは不規律を許さんのじゃ。もうここでは何にもすることがありません。僕、また旅を続けます。行くな行くな。大臣にしてあげるから。何の大臣に。そうだな、そうだな、法務大臣に。では、僕は出かけます。その方、わしの大臣するぞ。王様はどんなことも自分の手の内にありそうに威張った顔をしていました。王子様は旅を続けながらつぶやきました。大人って本当に変なものだな。次の星にはうぬぼれ男が住んでいました。そしてその次の星にはもみすけ、さらに次は実業家の星。王子様はその度にこう考えるのでした。大人って本当に変だな。大人って全く変わってるな。どんな命令？大統領
命令が変わったってわけだね。命令は変わらしないよ。ところで、そこが大変なことなんで、我が家だって、マテさん。星は、越前の市に早く見れるって言うのに、命令は変わらないと言ってるんだからな。すると様からも、うぬぼれ男からも軽蔑されそうだ。